結婚して初めて旦那の実家に新年の挨拶に伺った時の話。旦那の実家は飛行機の距離だったので、結婚してからの訪問はこの時が初めてでした。実家には私たち夫婦と義母、義父、義姉夫婦、義弟が集まった。義母がお寿司を注文してくださっていて、届いた時に配膳をお手伝いしようと思って一緒に玄関に行ったんだけど、お吸い物が一つ足りないなと思ってお店の人に言おうかと思ったら、お寿司自体が一つ足りなかった。ハッとして、まさかこれが嫁いびりの始まりなのかと思って、完全に体が硬直してしまった。それでも気づかないふりをして台所に運んだんだけど、台所に運ぶと、義母さんに後はするから座っててと言われたので、恐る恐るみんなのところに戻って待ってた。義母さんはお吸い物とお寿司を配膳しながら、手元に来た人からさっさと食べてと言ってみんなに配ってた。私には来ないかもしれないと思ってたら、予想外にも早い段階で私の元にもお寿司とお吸い物が届いた。みんな言われた通り、お寿司が手元に来た人は食べていたんだけど、なかなか台所から帰ってこない義母さんに、早くおいでと声をかけた時に、義父さんがようやくお寿司が一つ足りないことに気づいた。義母さんは自分がお寿司を我慢してみんなに足りないことを悟られないようにしようとしてくれていた。そういう時は早く言いなさいと、義父さんが自分のお寿司を義母さんに取り分けていて、みんながじゃあ自分のこのお寿司も義母さんにあげると義母さんに渡していた。こんなに食べれないと、義母さんはニコニコしていて、この家の家族になれてよかったと本当に思った。後で、実は足りないのに気づいてたのにごめんなさいと義母さんに言うと、嫁いびりかと思ったでしょ。私がドジばっかりしちゃってびっくりさせちゃって、私の方こそごめんなさいねと謝られた。その後、義弟が私たちが話しているところにやってきて、ごめん、お寿司足りなかったのって自分が帰省するって連絡をくれたからだよねと謝りに来て、みんなで謝ってるねって3人で笑ってた。家族みんな優しくて大好きです。赤ちゃんを授かったことが分かったので、これから報告するのが楽しみ。